動画どうぞ。終わってない。
先に進まなきゃいけないの。やめてやめてやめてよ、かき違った情愛がいらないの。捨てて捨てて捨てても、だけど呼びつけくるものは距離取るの後に当たられた理由がある。羽ばたいて羽ばたいて、偽物だろうとも白線の中を踊れ。毎日世界にまみれて足跡消さないで、ここにいるんだよ。白線の中を踊れ、涙と泥にまみれて叫んでも叫んでも飛び出て線の中。Kingdom を楽しめない臆病。
将来は一人一つさ手を伸ばす。
けまるでここが世界の中心みたい本気でそう思えちゃうくらいにくじけそうになった時は思い出が溢れてるカメラロール見てまた頑張るよきっときっと限定イベント私たちのアトリエボリューム2にお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。改めて自己紹介させてください。はい、橋本美央です。はい、西野千秋です。はい、小野寺あずさです。はい、麦田さん。はい、浜辺ゆりのです。はい、三浦奈子です。私たち真っ白なキャンバスです。よろしくお願いします。はい、今日はファンクラブ限定イベントということでファンクラブの皆さんお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。ファンクラブ限定イベントは2回目なんですけど、第1回目はなんか聞こえてきたんだよ。何も聞こえないよ。あれ、何も聞こえない。何なんか、気のせいかな。気のせい。耳が研ぎ澄まされてたみたい。ごめんね。第1回目は、ツアー前だったのかな。でツアーにちなんだ、企画とかをやったんですけど、今日はここにいる皆さんとゲームで一緒に盛り上がっていきたいと思います。やったやった。それでは早速ですね、お笑い企画のエキスパートこの方々に登場していただきたいと思います。どうぞ。どうも、ねちゃばかでーす。こんにちは。ありがとうございます。すみません、よろしくお願いします。ありがとうございます。僕らの端、じゃあ両サイドに行かせていただきます。はじめまして、はい、吉本興業から来ましたネイチャーバーガーと申します。お願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございます。すごい熱気で。ちょっと皆さん聞きたいんですけれども、ネイチャーバーガー知ってるって方どんくらいにします？みんな手あげんだよ。ちゃんと盛り上げた。みんな盛り上げた。ネイチャーバーガーのこと知らないよって方どれですか？これですよね、これですよね。下げてください、下げてください。なんかすごい喋るね。一旦ちょっと、ね、
俺たち今ちょっと受けるくだりをやってたんだけど今すぐ下げてくださいっていうね、芸人さんのやつつぶさないでください、エキスパートに任せてよ。すいませんすいません。逆に白キャンは我々のこと知ってますかね、はい、ネイチャーバーガーのこと。私知ってますよ。知ってます。いっぱいいろんな人が喋るよね。そうね。あ、知ってた。全員知ってるわけではない。いや、全員知ってる。タマスイでしょ。はい、タマスイ。あ、そうです、あのタマスイっていう、拍手をお願いします。ギャグをね、やってるんですけど、すいません、ごめんなさい。ちょっとさっきのもうね、ライブもすごい感動したんですけど、すごかった。なんせお客さんの熱がすごいから、とんでもない面食らっちゃって。さっき見てましたよ、ね、いや、さっき見てました、はい、そしたら前にマサイ族みたいな方がお前言ってやんなって。すごい飛ぶ。フルジャンプでしたもんね。すごい跳躍力で、ね、人間ができる最大のジャンプしてました、ね、ありがとうございます。すごかったっすね。びっくりした。前にもいるし後ろにもいたからびっくりしたよ、ほんとに。やっぱお客さんが盛り上がってるのは最高っすね。ちょっとさっきの名前呼ぶやつ僕らもやっていただきたい。いや、そうですよ、僕らもやりたいっすね、あれ。え、一番悪いとかないですよね。めっちゃ喋るスタンスなんですね、皆様ね。あずさーみたいなですね、俺らも食らいたいっすよね。僕ら、僕、三浦亮介って言うんで、はい、三浦亮介ですって言ったら、なんで嫌なんだよ。別にたまたま被るのはしょうがないでしょ。いや、一人で三浦さんといる。ちょっと、いや、同じ名字やと怒られる。そう。それもしょうがないでしょ、どう考えても。割といるから、三浦さん。ちょっと今日で解明してもらっていいですか。ちょっとじゃあ、三浦亮介ですって言って、亮介って呼んでもらっていいですか。あ、いいね、それはね。三浦亮介と申します、お願いします。おーい、すげー、ありがとうございます。白キャンのお客さん、いい人すぎない。優しい。ありがとうございます。じゃあ、僕がですね、笹本颯って言うんですけれども、みんなで颯って言ってもらってもいいですか。はい。あ、タマスイでもいい。あ、じゃあタマスイにしましょうか。いいですか、皆さん。はい、他のこのタマスイってやつあるんで、笹本颯って言ったらみんなタマスイお願いします、ね。はい。はい。はじめまして。僕の名前が笹本颯と申します。よろしくお願いします。タマスイ。すごいな。何人かやってないな。なぜやらない。なぜやらない。よく見てたね、はい、嬉しみが勝ちすぎてもうどうでもいいから。ありがとうございますね。ありがとうございます。優しいお客さんで、ね、じゃあ、はい、メンバーと一緒にコーナーで盛り上がっていきたいと思います。やっていきましょう。皆さんありがとうございます、はい、皆さんよろしくお願いします。盛り上がっていきましょう、皆さんね。早速いきましょう。まずはこちら、ぴったりセブン。ぴったりセブン、これはいいですよ、ぴったりセブン。さあ、今から白キャンのメンバーにはね、お題を皆さんに出していただきます、はい。そのお題に該当する会場内のファンの方の人数がぴったり7人になると、クリアでございます。なるほど、はい。いいともと一緒ですね。そうですね。例えばですね、今日の朝ごはんパンの人っていうお題が出たら、その中で会場の皆さんに手を挙げていただきまして、はい、そのうちで7人ぴったりだったらクリアでございます。そうでございます、はい。ちなみに今日の朝パン食べたよって人。はいはい、食べた。米粉の、米粉のパンを食べた。米粉のパン食べた。ちょっと尖ってるな、まあ、米粉のパンは。何十人もいるからこれは失敗だ。ちなみに何のパン食べたんですか。クロワッサン食べました。クロワッサン。おしゃれ、優雅な。優雅な。ライブ前に米粉のパンを食べたと。こういった感じでどんどんやってまいりますのでよろしくお願いします。これを7人ぴったしを目指してもらうというね。じゃあまずは誰が挑戦しますか。誰からいきますか。はい、元気。じゃあ小野寺さんお願いしようかな。はい、はい、お願いします。あずさは、東北出身なので。あ、そうですね、東北出身。この中で、東北出身の人、うん、結構言うんじゃない。結構言うって絶対早いって。早いし、まだ言ってないやろ。結構いるんじゃない、東北。え、東北でいい。え、東北地方にしちゃうと結構いそうな気がするけど。7人ぴったりやろ。東北のどこなんですか、出身は。秋田。秋田7人は無理か。きついから。秋田7人ってきついから。そう、僕も会ったことないです、7人も。住んでたとこは住んでた。秋田、青森、宮城。で、こう、いろいろ行かれたと。住んでました。その3つで行きますか。めちゃくちゃ早いって、なんか手挙げてるから。早いですよ、お兄さん。7人ですからね、これ。はい、7人。どうだ。じゃあ、それにしますか。東北にします。東北地方。え、結構いい。どっちがいいかな。そんな自分で考えてください。そうそうはい、誰も、はい、助けれないんで。でもその住んでた3つでいいんじゃない。分かった、ね、3つで良さそう。住んでた3つでよろしい。秋田、青森、宮城。さあ、というわけで、はい、お題言い直してください、お願いします。はい、秋田、青森、宮城県出身の人。せーの、はい。あ、おお、あれじゃない、めっちゃいいじゃない。しっかりしっかり手挙げて。奥がしっかり手挙げて。1、2、3、4、5、6。もう一人ね。もう一人ね。
私は、ダメ私は最後のピースじゃないの。私は最後のダメ、そんなおしゃれなことさせない。惜しい6人ですね。というわけで失敗。惜しい、めちゃくちゃいいラインだった。ちなみに東北だったらどうだったか聞いてみますか。あ、確かに東北だから東北だったよって方、福島とか。あ、で、これで何人だ。あ、結構増えちゃった。これだと多いっすね。多いね。これだと8人になります。今ぐらいの質問めちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃいい、うまい、めっちゃうまい、このゲーム。いいね、うまいですね。さあ、じゃあ続いて誰が行きましょうか。じゃあ、行きましょうか。じゃあ、はい、お願いします。はい、行きます。じゃあ、ゆりなは、2月生まれなんですけど、はい、なんか2月生まれの人、あんま出会ったことなくて。そんなことないの。絶対そんなことない。だからいけると思うんですよ。2月生まれの人。はい。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。2月ってね、ちょっと少ないっすもんね。そんなイメージない。寒いからかわかんないけど、ちょっと少ない。あんまそのイメージないっすけど、ね。2月って寒いから少ないとかないのよ。じゃあ、それでいきますか。はい、行きましょうか。まあ、意外といないかもしれないですね。はい、2月生まれの人、せーの。はーい。あれ、いいんじゃない。少ない。1、2、3、4、5、6、7。え、7じゃねえか。7じゃねえか。1、2、3、4、5、6、7。え、7っすね。すごい、成功した。すごい、マジで。え、すごい。え、仕込んだ。仕込んでない。ちょっと仕込みの香りがするんですか。言ってないファンの人に。あ、でもめちゃくちゃ上手です。最高。やだー、やだー。何、はい、あ、そうか。じゃあラスト1人いきましょうか。ラスト1人。あ、そういう自信あるぞという。麦田さん手挙げてたから行きますか。そうね。そら成功だと行きたくないの。見られてる、見られてるよ。もうね、みんな成功見ちゃったから別に。麦田さん行きましょうか。麦田さんの、はい、じゃあね、聞きたいこと自分で決めて。はい、ダメ、相談しないでください。はい、麦田はお寿司が大好きなので。あ、いいじゃない。はい、そうです、矢沢と同じ感じ。自分のこと麦田っていうのは矢沢と一緒にしないでください。はい、違いますから、はい、ライブ前にお寿司を食べてきた人。おー、うわー。いや、いるか。何いるか。この今日のこのライブの前にもうめちゃくちゃ楽しみでしょうがない人ですね。でもさ、7人いたら結構匂いそうだけどね。え、すごい。そんなこと言うなよ。そんなこと言うな。酢飯の魚の匂い。酢飯に酔うとかイメージね。じゃあ、というわけで、麦田さん、ライブ前にお寿司を食べてきた人、挙手お願いします。どうぞ。1、2、3、逆にいるんだね。そんなこと言うの。2人というわけで、何もいるんだ。2です。おにぎりでもいいですよ。おにぎりにもします。おにぎりおにぎりでもいいよ。おにぎりも食べたよ。はい、数えて、佐藤さん。1、2、3、4、5ですね。おー、残念。でもみんなセンスあるんじゃない。そうね、結構すごかった。そうね、まあまあまあ悪くはなかった。さあ、というわけでこちらのコーナーは浜辺さんだけクリアでございます。やったー。すごい、センスがある。このセンサーもすごいな。お客さんのこと理解してる。クリアってなんだっけ。クリアってなんだっけ。なんかあるの。あ、みんなから拍手もらいます。え、あ、そうよ。大きな拍手を。これはそう。普通 見ないんだから。人間がぴったし7当てるとこ、お客さんに見てもらうでしょうか。さあ、続きまして続いての企画はこちら。演技してるのは誰だ。白キャン演技王。おーい、白キャン演技王。はい、さあ今からですね、白キャンのメンバーには、普通のたこ焼きをあたかも超激辛たこ焼きのように、食べてる演技をしていただきます。なるほど、演技ね。ただしここにね、6個あるんですけれども、1つだけ超激辛が入っております。匂い嗅がないでください。はい、匂い嗅がないでください。早いですよ、嗅ぐの。分かっちゃうから。はい、それをですね、はい、ファンの皆様にはですね、本物の激辛たこ焼きを食べてるメンバーを当てていただきます。はい、皆さんで当ててもらいます。はい、皆さんは普通のタバコ焼きを食べても超激辛の演技をしてください。はい、全員だから激辛の演技してくれる。え、これ青のりついてるやん。あ、え、確かにちょっとライブ中恥ずかしいよ。あ、そうね、まあ俺たちが準備してねえからもう。そうなんだね。その俺らはもうさすがにね、スタッフさんに言ってください。そうそうそう、安心したわ。はい、さあ、というわけで投票方法ですけれども、皆さんはですね、入場時に入っていただいてオープンチャットございますね。オープンチャット、はい、そちらでアンケートの投票をしてください。はい、全員が食べ終わった後に笹本のね、投票開始の指示で、皆さん合図が出ますので、激辛たこ焼きを食べたと思うメンバーに投票をお願いします。はい、そして今回見事的中した方にはですね、好きなメンバーが選べる写真撮影券をプレゼントします。はい、そうでございます。おもっと大きな拍手してくれんと。ここは僕も入りますか。ありがとうございます。
はい、オープンチャット、はい、さあというわけで皆さん激辛とかいかがですか？ジャニョジャニョ大好きです。大好き、三浦さん大好き、大好き大好き。あ、じゃあ全然当たったらね、多分全然食べれちゃうと思います。全然食べれちゃうなら、その普通に食べた時も演技はちょっとあるんですね。そう、だからみんなを伺いながらやらないとで逆に難しくなります。横見てたらバレちゃうから伺ってるなってなっちゃうから西野さんとかは得意ですか、激辛？なんか美味しい辛さは好き。あー、今日は美味しくないかも。そうね、いたずらに辛いやつ、超激辛です。チゲとかではないから。皆さん、電波とか大丈夫そうですかね？どうですか？ここ電波ないよ。ちょっと電波入んないよって方どれくらいいらっしゃいます？大丈夫そうですか？あ、電波入らないですか？電波入らない。何人か入らない方もいらっしゃいますね。じゃあまあ、挙手制にしましょうか。そうしますか。オープンチャットでやったら多分電波入んない人参加できないんで、あの、誰がっていうのを挙手制でやります。はい、挙手しまして、はい、皆さん大人だからまあ大丈夫でしょう。そうね、それもし当たったり外れたりしても、はい、ね、その不正をやらないと信じて、信じて、その大人が集まってるんで、真っ白なキャンバスだと信じております。そうですよ、はい、はい、みんなで作りましょう。はい、ね、さあ、というわけでメンバーの皆さん、大事なたこ焼きこれ選んでください。冷めちゃう、冷めちゃう。そうそう、温かいの、怖い。これでもなんか、大人の下つけない。これで見分けようとしないでください。そうそう、じゃあこれにします。じゃあ一人選んでいただいてね、皆さんお箸持って、はい、ポカリセットそこに置いといて大丈夫ですか？ガシャーってなっちゃわないですか？大丈夫？さあ皆さん1個ずつ持っていただいて、はい、さあ皆さんこの間も、ね、じゃあせーので食べていただきます。じゃあ皆さんね、皆さんよく見といてください。じゃあいきますよ、せーの、じゃあ皆さん食べてください。いただきます、せーの、いただきます。さあどうでしょう、さあ演技見ましょう皆さん、はい、パクッといってパクパクッといった、うん、あー結構ね、全員パクッといってますね。はい、みんなめちゃくちゃリアルな演技するんだ。どうだ、辛い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 、待って待って、やばいかも、ね、あ、うまいね、うまいよ。麦田さん、麦田さん何してるんですか？麦田さんうまいよ。麦田さんがどっちかわかんない。さあというわけで、もう食べ終わりまで見ましょうね。食べ終わり、食べ終わりまでね。この水飲んでるから辛い、マジでやばい、やばいやばいやばい。お姉さん、辛い辛い辛い。麦田さん、もうちょっと演技してください。麦田さん、麦田さん、逆にのパターンありますか？逆に、わからないですけど、はい、辛すぎてそれになってるのか。どうだ、ガチでやばいよ、ガチでやばいよ、ガチでやばいよ。出川さんみたいな人がいらっしゃる。さあ、というわけで、ここから投票いきましょうか。はい、じゃあ皆さん表情を見せてくださいね、はい、じゃあ皆さんに手を挙げてもらって、はい、誰が超激辛食べてたか当てていただきたいと思います。これでもわかんねえな、正直俺も。ちょっと大丈夫か。本当にね、辛かった可能性あるね。大丈夫ですか？え、なんすか？一人だけ一緒にむせてる。超怪しい、笑ってるという声もありますけど。あ、確かに、ね、じゃあまず三浦さんからいきましょうか。あちらからいきますね、はい、じゃあ三浦さんが超激辛食べたと思う方挙手。何？特攻隊みたいな手の挙げ方しますけど、もう好きだから手挙げてるみたいな。すごい、一人だよ、一人だけです、ただ一人。でもすごい激辛が得意だったから。そうね、そう自分でおっしゃってましたからね。どっちの演技かね。じゃあ兄貴は、じゃあ三浦さんってことですね。はい、お願いします、はい、わかりました。じゃあ続いて、浜辺さんが超激辛を食べたと思う方挙手。うわー、なるほどね。あ、本当に。あ、そうだった。辛かったです、めっちゃ。じゃあ、今の方たちは、あの、覚えておいてくださいね。自分が浜辺さんに。そして、隣の方も、この人は今、浜辺さんに手を挙げたという。みんなですのね、はい、防止しましょう、不正を。ね、はい。さあ、続きまして、麦田さんが、ここよね。超激辛を食べたと思う方、挙手お願いしまーす。あー、なるほどね。あ、意外と、賭けに出てる人結構いますね。そうね。だいぶ麦田さん食ってない感じありましたけど。そうそうそう。まあ普段の麦田さんがね、我々もちょっと存じ上げてね。もしかしたらという可能性もありますけど。実はねっていう、ね。さあ、じゃあ皆さんね、覚えておいてくださいね。はい、さあ続きまして、小野寺さんが超激辛食べたと思う方、挙手お願いしまーす。おー、ちょっと割と少なくなって。あ、でも結構ね、5人、5、6人はいますね。なるほどね。辛かった。辛かった。辛かった。本当ですか、それ。だいぶ下手ですよ、わかんないですけどね。さあ続きまして、西野さんが超激辛食べたと思う方、はい、挙手お願いします。あ、ここはちょっと多いね。多いね。確かにだいぶ辛がってる感じありました、ね、じゃあ皆さん覚えておいてくださいね。さあ、じゃあラストでございます。ラスト、橋本さんが、超激辛食べたと思う方、挙手お願いします。なんで？めちゃくちゃ多い。なんで？なんで？なんでですか？あ、もう明らかにって感じですか、ね、明らかでしたか。あ、そうですか。じゃあ皆さん覚えておいてくださいね。
じゃあというわけで、メンバーの皆さん、僕が今からね食べたの誰ですかと聞きますんで、はい、本当に超激辛食べた方一歩前に出てください。はい、行きましょうか。さあそれでは白キャン演技を超激辛食べた方どなたでしょうか、お願いします。はい、欲しい、いってらっしゃい。すごいです。いや、あそこ手上げないって。三浦さん上げろ、ボケだもん、正直もう。そしてそして、うますぎー。マジで橋本さん食ってねえの、辛いの。俺絶対橋本さん、俺もそう思った。ごめんね。いや、なんか、ちょ青のりついてたら嫌だなと思って、ずっと開けるんですよ。いやいや、そういうことなんか、途中見てたら手も震えてて。うん、こっち。細かいな、こいつもっと隠せやと思ってたんやけど。めちゃくちゃうまいんや。マジで。というわけで、すごくない、もう分かりやすくお兄さん一人が来てみましょう。いや、これ平和、平和ですから、逆に平和。すごいじゃん。すごいですよ、それは。勇気に本当に称えたい。いけないもん、普通。さあ、小野寺さん、挑戦してみていかがでした？いや、でも結構上手だったと思います。上手だった、確かにね。下手でしたよ、だいぶ。あげてくれた。あげてくれてね。さあ、麦田さんもいかがでしたか？え、たこ焼き好きなので。はい。何ですか、たこ焼き好きなので。かわいいで甘やかしてる。甘やかしてダメですよ。どういうことか分からなかったんやけど。楽しかった。楽しかった。楽しかったか。たこ焼き好きだから楽しかった。何も責めれないな。衣装さんいかがでしたか、演技してみて。辛いの食べてみたかった。あ、怖いな。どんな刺激があるかっていうね。うん、なるほどね。だいぶ辛かったんですもんね。浜辺さんいかがでした。なんかこういう辛い演技とかあんまりしたことなかったんですけど、はい、上出来だったかなって思います。確かにね、何かあげてましたもん、ね、だいぶ多かったっ、ね、さあ、女王の三浦さんいかがでしたか。いや、あなたすげえよ。いやでもなんか酸っぱいかったです。なんかわけわかんない。タマスコぶっ壊れすぎて。いやいや、タマスコがなんか酸っぱくて。タマスコが酸っぱい、酸っぱめだったんですよ。酢が多くて。でもみんな水飲んでるから水飲まなきゃと思って、とりあえず水飲みました。演技で。あ、そうね。そうそうそう。本当にね、裏でスタッフさんがめっちゃ入れてた。めちゃくちゃ入れてた。でもそんな周りにも赤いのそんなついてなかったんです。まあね、ななこちゃんには足りないね。あなたもすごいし、あなたもすごい。大きな拍手を。この二人がすごすぎる。マジで最強。すごいじゃん。さあ、というわけでラストのコーナー行きましょうか。はい、ラストのコーナーはこちら、白キャンディベート対決。おー、これは面白いですよ。はい、ルールは至ってシンプルでございます。メンバー同士でディベートをしていただき、どちらがより説得力があったかをファンの皆さんに決めていただきたいと思います。なるほど。ちなみにですけれども、僕らはちょっと詳しく知らないですけど、メンバーの中でくじ喧嘩とかそういう言葉が強い方っていらっしゃるんですか。そうですね。言葉が強い人。まあその結構こうね、強く言うというか、言ったりとかって、あ、ダメだよみたいなとかね、みんな優しく。あ、そうです、プロデューサー以外は。プロデューサー以外。あ、プロデューサーっていう人、そんななんだ。怖い人がいるんだ。あ、そうなんや。あ、そうなんやね。今日来てないから大丈夫。今日来てない。今日は来てないから。あ、じゃあやり、何してもいいんだ今日。何してもいい。今日来てないから言ったろうじゃないのよ。じゃあというわけで、じゃあ、まずはディベートを1対1で戦っていただきたいと思います。1対1ディベートやっていきます。まず最初は、西野さん対、橋本さんいきましょうか。はい、3期対決。さあ、2人は前に出てください、お願いします。はい、今日で仲悪くなっちゃうの、はい、やだ。そうね、そのギリギリら辺まで行ってください。そう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 。仲悪くなるまで行かない。説得力で勝ってくださいね。そう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 。なんか緊張してお腹痛くなってきた。やめてください。大丈夫？大丈夫です。その本当に失敗させるようなこと言わないでください。失敗しちゃうからですね。じゃあ2人に戦ってもらうテーマは、はい、ディベートテーマはこちらです。うどんとラーメン、美味しいのはどちらか。うどんとラーメン、平和ないよな。これはね、まあまずはね。はい。まあどちらも美味しい。というわけで、どちらがどちらやりますか。はい、じゃあラーメン。ラーメンが好き。全然、ラーメン大好き。じゃあ。じゃあ、ラーメン、うどんでいきましょう。ラーメンとうどんね。西野さんがラーメン。さあ、というわけで3分間でございますね。じゃあ、行きましょうか。はい。橋本さんがうどん。はい。うん。西野さんがラーメン。ラーメン。はい。それでは行きましょう。3分間のディベート対決、よーい、スタート。うどん何がいいのか、うどんの何がいいかわからないっちゃう。うどんは、調子悪い時も食べれる。あ、ラーメンだじゃない。ラーメン、それってあなたの感想ですよね。あー、
負けんな負けんな。でもうどんって小麦粉だから肌に悪いよね。あ、そうなんだ。それで言うとラーメンも油なんて肌に悪いですよね。でも小麦粉の方が肌に悪い。めっちゃやばい。ラーメン小麦粉じゃないですか。水かける。しかも、あ、純粋し嫌だ、千秋。え、うどんも味濃いのあるよ。やだ。味の濃さでいいかね。あ、そっか。まあでも、まあ私は好きだから。すすりづらいしね。すする人から言うとラーメンの方がすすりやすい。私すすれないんで。すすれない人は麺食べないでください。やばい。怖いな。でもいいですか。すすっていいのは日本でそばだけです。日本人だからよくない？すすすすらないの話なんですか。日本でそばだけ。美味しいそんなデータあるんですか。第三勢力だったらやめてください。そういったデータあるんですか。変な戦いした。じゃあ逆にそちらのデータはあるんですか。え？何のデータですか。ごめんなさい、聞いてませんでした。ラーメンの良さ聞いてもよろしいですか。ラーメンの良さを良さを言ってください。ラーメンはいつ食ってもうまいんですよ。男みんな、男の人とかも女の人とかも、はい、現場終わったらみんなうどんじゃなくてラーメンじゃない。この後終わったらね、ねえ、ラーメンの方がうまいよね。うまいよな。さあ、うどんの良さ、しっぽりうどんなんて食べないよね。まあ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 、うどんじゃない、まあ、いいよ、ラーメンじゃない。別にさ、そんなさ、毎日ラーメン食べるやついなくない。でもさ、いるじゃん。あ、これ私たちのディベートなんでちょっと静かにしてもらっていいですか。だいぶ語りかけてるけど。さあ、ラスト30秒でございます。さあ、うどんの良さは、まあでもうどんの方が長生きできますよ、普通に、はい、なるほどね、はい、そういったデータあるんですか。あります。え、証明できますか、ここで。できます。え、じゃあ今ここで出してください。調べてください。電波悪いですけど。でも本当に出ないと思う、そういうデータ。小麦粉体に悪いもん。まあでもラーメンも体に悪いんで、まあでもどっちが美味しいかっていうとうどんです。終了。怖いよ。どのだよ。何に対して怖いの。足が震える。いやいや、だいぶ陰湿な戦いしてましたけど、データがあるとかないとか。怖いよ。証拠あるんですかって言うのに。うどんかラーメンで。さあ、というわけで、お客様に決めていただきたいと思います。まず、西野さんのラーメンの方が美味しいと思った方、大きな拍手お願いします。拍手やて、拍手やて。お兄さん、あ、なるほどね。マサイのお兄さん、拍手で。さあ、続きまして、うどんの方がいいと思った方、大きな拍手お願いします。もうみよちゃん判定、佐藤さんお願いします。うわ、勝者ラーメン。ラーメン。え、ちょ、ガチで、だって今人数で見て、うどんの人たち、少人数だけど。そう、これは大事にしたいよね。もううどんは終わったんだ。覆らないです。はい、めっちゃいいや。どっちも分かんなかった。あ、違う違う。目悪くて。拍手の大きさは確かにうどんの人が頑張ってたんだけど、うん、人数で言うとラーメンだったよね。うん、そうそう。もうやめよっか、これ。やめよ。あの、やめろよ。あなた。え、でも多分千秋が言っていいですか。いいよ。なんか千秋が言ってるからじゃなくて、みんなただ単にラーメン好きだからだって思う。違う違う、そんなことない。それでもいいんだよ。そんなことないよ。それでもいいの。全然頑張ってたから。それも大事。うん。千秋、口喧嘩悪強くないよ。大丈夫大丈夫。後でみんな、あれも話聞いてあげて。はい。後で話聞いてあげてみんな。大丈夫だから、うん、そんなイメージないですから、ないから大丈夫ですよ、はい、じゃあもう終了しますか。どうしますか。強いわけでもなかったから ねじゃあ次の試合いきましょうか、はい、続いての試合は浜辺さん対麦田さん、お願いします。これはすごい対決よ、麦田さんが果たしてどれぐらいディベート強いのかよね。全くベールに包まれてる。なんだっけ、さっき麦田さんディベートのことなんか、なんて言ってたっけ。え、ごめんなさい、ごめんなさい。ディベートやったことあります。リチャードって言ってました。ちょっとごめんなさい、あのラーメンの子がちょっと捨てちゃって。ごめん、そんな意味わからなすぎる。この時間が考えたの。マジで意味わかんない。違うじゃん。マジで意味わかんない。俺らじゃないっすよ、これ考えたの。俺らじゃない、これは。マジで。マジで意味わかんない。俺らじゃないんで。ラーメンで勝って泣く人見たことない。嬉し泣き。まあ、まあ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 、そういう日もありますよ ねだって別に強くなかったらデータがうんぬんって言ってるだけだったから。やめよこれ。普段ね、こんなね、言い合うことないから。そうね。じゃあ今のは多分、気強い女って思われたのが嫌だと。そういうことね。みんなはラーメン好きだっただけですよね。そうね、乙女心がね。思わないってあれ見て。じゃあ、浜辺さん対行きましょうか。じゃあ、麦田さんで。大丈夫だよ。続いてのお題はですね、飼うなら犬か猫か。うわ、これはいい勝負できるんじゃないですか。じゃあ犬どちらが選びますか。向田さんか犬。あ、自分から。なんだなんだ、手挙げてないみたいな。どういうこと。学校じゃないんだよここ。
麦田さんがじゃあ犬お願いします。犬でいいのね。じゃあ、はい、アメさんが猫ちゃんでお願いします。はい、さあ、3分間のディベート対決、よーい、スタート。さあ。猫の方が可愛い。よっしゃー。先行行きましたね。声量で行く。猫の方が可愛い。声量対決。はい、犬はどうですか。犬は…なんか調べたら…データできた、データ来た、データ持ち込んできた。データ、ほんと、データ。言われるからね。なんか猫より犬の方が飼ってる人多いって。本当に強いの持ってきて。本当にデータできましたよ。でも、はい、ゆりなも調べたら…そう、データ犬より猫の方が飼いやすいって。飼いやすさ大事ですよ、皆さん。どこに飼いてやるの、そんなの。さあ、犬は確かにあれダメダメ、分けちゃうよ。そんなことないって、犬も飼いやすいって。そう、犬のいいとこね。犬は…調べたんですけど、はい、調べました。もうデータ、今データがありますよ、皆さん。猫より賢くて、はい、賢い、なんか、あお座りとか、ああ犬は、ね、ができると、ちゃんと待ってくれたりする、うん、ああそうね、いい、確かに、はい、なんかね、しっとりとめちゃくちゃ強い返しをしますね、猫ちゃんは。でも逆に、あの賢すぎるとなんかいたずらしようとか思っちゃうかもしれないし、はい、なんか猫はあまり頭良くないかもしれないけど、なんか癒し効果が一番高いと思う。おぉ、さあ、おーじゃなくて、森田さん、さあラスト30秒だろ、ラスト30秒。犬も負けじとめちゃくちゃ癒されます。そうね、癒してくれると、同じ癒し。はい。でも猫の方が比較的触り心地良くて、あと毛がいっぱい抜けるから、はい、なんか持ってこれる、持ってこれる、猫を一緒にいる感じ、一緒にいる感じを味わえる。ちょっと怖いね。一緒にいる感じ、怖い感じでしたけどね。さあラスト10秒。ハウスダストの人とかはワン犬が飼いやすいかもしれない。かもしれない。終了。あ、結構ほんわか対決でしたね。はい、ほんわか対決ね。いいとこも悪いとこも伝えてくださったというわけで、ハウスダストとか言ってた。ハウスダストの人はって言ってたからびっくりしたけど。さあ、というわけでお客様の拍手で、皆さんにね、はい、答えをね、もらいたいと思います。ついね、これ。さあ、というわけでまずは浜辺さんの猫ちゃん、猫ちゃんが良かったと思ったら大きな拍手お願いします。はい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 。あ、でもなるほど、結構多いですね。さあ、というわけで、麦田さんの犬の方がいいと思った方大きな拍手お願いします。判定お願いします。勝者、麦田さん。麦田さん強い。確かになんか、こうゆっくり刺しに行ってる感じありますよね。まあでも、聞きたい、なんかデータで、はい、なんか犬飼ってる人の方が多いみたいに言ってたじゃないですか、はい、犬飼ってる人聞きたい。あ、確かに、データとかやめろよ。なんでおめえらすぐ裏を取らなくていいよ、別に。まあ、大事だから。ワンちゃん飼ってる方聞きたいと。聞きたい。じゃあワンちゃん飼ってる方どこいらっしゃいますか。あー、結構いらっしゃいますね。あー、そうね、まあまあ。はいはい、猫聞いて多かったらさ。じゃあそれはかゆりが悪い。まあ一応ね、一応この現場に関してだもんね。はい、じゃあ猫ちゃん飼ってるって方どこいらっしゃいますか。あー、あー、でもいっぱいいる。あ、でもなんかあれだね、どっちもどっちって感じだね。何の中やったんや。どっちも可愛いから。このデータ取ってどうするんだ。7人ぴったりいけるかなと思って。さあ、というわけでね、7人ぴったりも終わったのよ。いつまでもやってないですから。はい、帰ってきました、ね、さあ、というわけで、コーナーは、ね、以上となるんですけど、皆さん、ファンの方といろんな客をやりますけど、いかがでしたか。小野寺さん、いかがでしたか。はい。でも普段なんか意外にあんまりこういう機会がなくて、はい、なので楽しかったですね、みんなのお顔もいっぱい見れて。そうね、楽しかった、いただきました、皆さんありがとうございます。いや、さ、良かったですよ、これは、はい、ファンの方と交流ですよ。三浦さん、いかがでした。なんかメンバーのディベートとかもなかなか私たちも見れないので、はい、なんか貴重な、確かに。でもファンクラブならではって感じで。あ、そうね、確かに、そうですね、クラブイベントならではな感じで楽しかったです。もうディベート対決はもうやりました。やらないで。禁止で禁止で一夜限りでお願いします。さあ、浜辺さん、いかがでしたか。最後負けちゃったんですけど、はい、7人ぴったりできたので、まあ、満足です。確かに、そうだわ。ありましたもんね、ぴったり。そうだったわ。はい、すげえわ。さあ、麦田さん、いかがでしたか。なんか
こういうライブでこんなに喋ったの初めて。そうなん。確かに。今日めっちゃ喋ってる。あ、嬉しい。じゃあ、よかったっすね。あ、そうなんや。あ、めちゃくちゃいいな。激レア回だ。喋りなよ、いっぱい。そうよ。今後はいっぱい喋ってください。はい、さあ、そして、西野さんいかがでしょう。お帰りなさい。楽しかったね。じゃあ良かった。良かったよ。じゃあ良かった。じゃあ良かった。ラーメン屋で勝ってどっか行くの。応援してますね、我々もね。さあ、そしていかがでしたか。はい、あのちょっとうどんの良さを伝えきれなかったんで、もうちょっと頑張っていこうかな。大丈夫よ、ね、みんな多分知ってはいるから、はい、うどんの良さ自体は、ね、さあ、というわけでね、コーナーは以上でございましょう。この後もね、ライブ続きますんで、皆さん楽しんでください。楽しんでください。え、MC はネイチャーバーガーでした。またお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。頑張ってお邪魔しました。頑張ってください。すごい新鮮だったね。ねえ、笑い芸人さんの企画の司会をやってくれて。そうだね。みんなの前でこうやってやるのはね、初めてかもしれない。新鮮でしたね。嬉しいね。はい、落ち着いた。元気出して。おい、盛り上がっていけんのか。私次曲振りなんです。みんなピンクで盛り上がっていけますか。新しすぎる。みんなもっと声出せますか。この調子で後半戦楽しんでいきましょう。戦うからの人たちみたい。出なくて落ち込んで逃げていた逃げていた自分から選んだのに失ってた。泣いてみた叫んでみた争いは嫌いだと個性とか自信とかわからなくなってた。目の前の戦いに何度でも抜けがけの言葉から絡む糸抜け出して引きちぎった友情って何ですか。だけど同じだけいつか素晴らしい出会いがある。 Oh yeah 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 yeah
君の旅
冷めとくけど頷けるわけなかった。いつでも感覚に食べていたんだ。好きなことがしたい、心の奥にある想い、輝くことさえも舐めてゆくから。あどけあどけあどけつぶやいてつぶやいて、あどけそうやって自信をなくしたのだけど、話せずに話せずに手放せずにいるから。大丈夫大丈夫、背中を押されたあの声、なるようになるだろう。なるほど、人混み。
私真っ白なアトリエって言っちゃう。嘘、ね、私たちのアトリエこれからも続けていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。でもね、あの今日あのエマちゃんがねお休みだったんですけどな、ね、なあのお休みだったんですけどなあの本当にねギリギリまで出たいって言ってて、ね、今日あの海外の方がね最後だからって言ってて、なんかそうなの、なんか朝から泣いて、本当にギリギリまで、あ、そうなの、よかった、また来るってよかったです。いや、ファンクラブ限定すぎる。本当にギリギリまで出ようとしてたから、本当に伝えたかったです。ありがとうございます。早くね、元気になるといいよね。ね、はい、そしていいですか、なんだかいいですか。あの、なんとここで真っ白なキャンバスからお知らせがあります。うわー、7月の25日に真っ白なキャンバスニューシングルのリリースが決定しました。やったー、いっぱい新曲できて嬉しいね。そしてなんと、なんと聞いてきて。お、今日いないんですけど、鈴木エマと麦田ヒカルのユニット曲のエマ麦っていう、麦エマじゃない、麦エマが収録されております。ユニット名がね、ユニット名が麦エマです。そう、他にもね収録曲があるんですけど、いろいろこれから公開されるので、よかったらチェックしてください。お願いします。お願いします。
人の再加入日にユニット。そうじゃん。え、ね、そうなの？そうだよ、私の誕生日の前日に入ってきたんだよ。そうだ。エモいね。めっちゃ楽しみ。でもね、うん、ぜひぜひチェックしてください。お願いします。そして5月の20日に私西野千秋生誕祭の生誕ん西野千秋の生誕祭が Spotify All West にて開催しまーす。イエーイ。今週末、今週末、もうすぐ土曜日らしいよ。やばいね。やばいよね。準備しなきゃ、ね、ちゃんと準備しなきゃ、もっといっぱいしなきゃ。一般チケットも販売中なので、気になった方ぜひぜひ来てください。お願いします。お願いします。はい、そして真っ白のキャンバス、6月の8日に生バンドライブ、7月の8日に川口カステラシアターでフリーライブの開催が決定しています。こちらも皆さんぜひお越しください。よろしくお願いします。お願いします。前回どっちも生バンドもフリーライブもめちゃめちゃ良かったから、ね、今回も絶対いいものにします。楽しみにしててということで、またもしかしたらファンクラブ限定イベント第3回目もあるかもしれないので、皆さんまたそしたら遊びに来てください。またお会いしましょう。本日はありがとうございました。それでは以上、私たち真っ白なキャンバスでした。ありがとうございます。